イエス様から電話。わお、すごい。始めましょう。はい。おはようございます。アメン。ハレルヤ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 。聖霊様来てください。聖霊様来てください。聖霊様来てください。私たちは人と会うとき挨拶するじゃないですか。おはようございますとかハレルヤとかね。で、私たちはやはり礼拝始める前に神様に挨拶するべきじゃないでしょうか。それがハレルヤじゃないでしょうか、ね。神様に向かって礼拝するわけです。私たちはその礼拝するということの中でまず大事なことは神様を意識するということですよね。もし神様を忘れてて礼拝してもそれは礼拝にはならないと思います。じゃあどのように意識するか。それは感謝と喜びです、ね、感謝と喜びです。まず私たちは絶えず感謝を捧げるべきです。絶えず捧げるというのはどういうことですか。絶えず愛されているということです。絶えず与えられているということです。絶えずその神様の目が私たちのうちにあるということです。私たちは神様を知ったんです。以前は知らなくて 神様の存在も分からずにただ自分の思いで生きていました。迷っていました。しかし今私たちは神様に見つけられたんです。私を知りなさい、私は生きていてあなたを愛してるんだということをその聞いたんです。それが十字架です。十字架は私はあなたを愛してるよという神様の印なんです。神様の印です。目に見えない神様をどうやって知るんですか。目に見えない神様をイエス・キリストを通して知るんです。イエス・キリストは神の似姿なんです。神イエス様は神の現れだと書いてあります。目に見えない神様がイエス・キリストを通して表しているんです。日本には荒人神といって天皇のことを神だといった時代がありました。つい70年前ですよ。つい70年前、天皇が神だと言ってた国なんです。日本はそれを反強制的に信じさせられたんです。反強制的に拝まさせられたんです。おかしいでしょ。無理やり拝まさせられた、無理やり信じさせられた。それが日本の戦争の原因なんです。日本の戦争の原因は天皇の名において戦えという、日本には神がいるから、天皇という神がいるから負けないんだ、絶対負けないんだということで戦争したんです。でも負けたんです。神じゃないから、天皇が神じゃないから負けたんです。わかりますか。私たちは、ね、無理やりイエス様を信じたわけじゃないんです。強制的に信じたんじゃないんです。信じられたんじゃないんです。私たちは、そのイエス様と出会ってその方をのことを聞いて自発的に信じたんです。信じようと思って信じたんです。それが信教の自由です。信教の自由っていうのは無理やり信じさせることじゃなくて、あなたは信じても信じなくてももちろん自由だけれども、でも、信じてほしいという、ね。この私たちの伝道は、信じることによってこうなんですよと促してるだけであって、私たちはもちろん強制してはいけません。押し付けてはいけません。若干押し付け的なところもあるかもしれませんが、だけど私はよその放送まで行って放送押し付けたりしません。自分の放送に来た人に対してはこうこうこうですよと言いますけど、それは自分の放送に来るという意思があって来たわけですから、それは押し付けではないわけです。でしょ。私の放送は、牧師の放送ですよ、伝道の放送ですよっていうタイトルもちゃんとつけて、それでオープンにしてるわけですから、それを見て来られる方はこの放送に来たらキリスト教の話を聞かされるということを承知できるわけですから。
ね、押し付けじゃないでしょ、押し付けじゃなくて、今この礼拝の、放送を見てる方も同じですよね。私は押し付けてるわけじゃなくて、 LTL キリスト教会礼拝ライブというタイトルなんですから、あ、この放送は礼拝のライブだと、それを承知で来られるわけですから、私たちは正々堂々とイエス様の話をしてもいいと思うんです。押し付けではないんです、自由なんです。そして神様がまずそういうお方です。神様は、人間を強制することもおできになりますけど、強制しないで一人一人の自由意志を尊重して、その人が自発的にイエス・キリストを信じることを願っておられるんです。その人の信仰を求めているんです。神様は、私が神だから信じろ、水戸黄門とは言わないわけです。恐れおろうとは言わないんです。イエス様は一人の人間として、男性としてこの世に来て、そして弱い人間として伝道して、弱い人間として十字架にかかったお方なんです。へりくだっていて柔和で、決して傲慢ではなく、本当にイエス様は優しいお方、心優しくへりくだっていて、イエス様は十字架から呼びかけているわけです。私を信じなさい、私を信じなさい。皆さん、殺されながら、死刑に遭いながら、イエス様は人間を招いているんです。そこに神様の優しさと神様のへりくだりがあるわけです。その人の本当に、その人を愛するというのは、その人の自由意志を尊重し、その人の気持ちを尊重しているわけです。決して、ね、その人の気持ちを無視するような方ではなく、その人の気持ちを本当に尊んでいる姿、それが神の愛なんですよ。だって そうでしょ、皆さん、この世でいろんなトラブルがあるじゃないですか。そのトラブルは自分の気持ちを無視されたり、自分の気持ちをこう嘘つかれたりしたときに怒って喧嘩になるわけじゃないですか。世の中というの問題はほとんどそういうことじゃないですか。意思を無視され、気持ちをね、ないがしろにされて、お互いにね、相手を尊重しない結果、いろんな問題が起きるんじゃないですか。でしょ。それは本当に神の愛がないということなんですよ。神の愛というのは、ね、一人一人を本当に大事にする愛、ちっちゃな子供であろうと、もう本当に世の中では無視されているような人たちの心さえも大事にし、一人一人を本当に、神様に似せて作られた存在として大事にする、心を大事にする、そういうあり方が神の愛なんです。ですから私たちも悔い改めました。あ、以前はそうじゃなかった、もう自分のことは大事にしたけど人のことはどうでもいいような自己中の罪に気づいて、私たちは悔い改めてイエス様を信じるようになって、本当に変えられたんです。本当に変えられたんです。ああ、イエス様ごめんなさいと悔い改めた時に、私たちは自己中から解放されて、隣人を愛するということを学び始めたんです。まあ、学び始めたからできるとは違うんですよ。皆さん、学び始めたというのは始めたということです。でも本当に悔い改めていく信仰生活の中に、少しずつ少しずつ少しずつ変えられていく自分も発見するわけです。神様はその成長を願っているんですね。クリスチャンになってすぐに立派なクリスチャンになれと言ってるわけじゃないんです、ね、信仰を持ったらすぐにもう火の打ち所のない立派な人間になれと言ってるのではないんです。イエス様がおっしゃってるのは、日々の信仰によって、日々の祈りによって、日々の悔い改めによって変えてくださるんだということなんです。私たちはですから今日も礼拝集まったのはそのステップの一つなんです。今週も日曜日に集まって御言葉を聞いて私たちは変えてもらいたいのです。御言葉に力があるんです。
御言葉が私たちの薬であり、食べ物であり、御言葉が私たちを清める洗剤でもあるんです。私たちが清くならなければならない。私たちの心は本当にこのきれいにならなきゃいけないということです。私たちはいつも自分の心を見張ります。自分の心がどのように汚れているかというのが見えてくるんです。以前は見えなかったんです。いや、見なかったんです。多くの人は自分の心は見ないんです。見えないんです。光がないし、見たくないし、見にくい心を見たくない。でも私たちは聖霊様によって、聖霊様が私たちの中に入った時に光が入って、私たちは自分の心が見えるようになったんです。そしてその自分の心を、神様に向けるようになったんです。イエス様ごめんなさい、この私のその罪深い心を憐れんでください。胸を叩いて、あの修善人のように胸を叩いて、胸を叩いて、イエス様憐れんでください、罪深い私を憐れんでください、私を許してください。そこに神様が喜ぶ心があるんです。そこに砕かれた心、へりくだった心があるんです。今日も私たちは神様にへりくだった心で感謝と喜びを捧げようではないでしょうか。アメン。アメン。ハレルヤ。おはようございます。アメン。イエス様感謝します。今日大姉妹と集まれること本当に感謝します。聖霊様に満たされて油注ぎ受けてると、日常のどんな場面でも賛美していたくなります。で、僕も先週1週間いろんなところ、ちょっとうろうろしてたんですけれども、街歩いてる時も電車の中乗ってる時も、もうなんか神様に向かって感謝を捧げたくて、喜んで踊りたくって踊りたくってもう仕方ない時があって、で、電車乗ってる時なんか電車の中でもうなんかじっとしてるのがすっごい、もったいなく感じてきて、電車の中でもなんか踊り出したくなってきたんですよ。で、なんかいつの間にかその本来降りるはずの駅のその一つか二つ前の駅で、うっかりその踊りながら先走って降りてしまって、で、切符で乗ってたんですけど、改札通ってからあ早く降りすぎたみたいなこと気づいたりとか、そういう感じでもうなんか常にこう満たされてる感じで、まあ、これも本当に教会で そのイエス様の導きのもとにある、ね、兄弟姉妹の方々との交わり、そしてその心の中に聖霊様が来てくださっているからなんだなと思って、もう本当に、いつもいつも、感謝することができました。で、今日またここに戻ってこれたこと本当に感謝します。で、昨日ちょっと、夜聖書読んでて、ぼっと思わされたところでちょっと皆さんと、シェアしたい箇所があったのでお読みします。ローマの信徒への手紙の3章のところなんですけど、3章の5節ですねの、途中ぐらいからで、怒りを発する神は正しくないのですか。決してそうではない。もしそうだとしたらどうして神は世をお裁きになることができましょうって、まあ、そう書いてあったんですね。で、神様は僕たち全ての人間を愛してくださっています。誰よりも、僕たちのことを愛してくださっている方です。で、愛があるからこそ僕たちの心の中にあるその神様に背く心で、そしてその神様に背くがゆえに人を傷つけてしまったりする、そういう心に対してその罪に対して激しく怒ってらっしゃるんですね。神様は僕たちの罪に対して怒りを持っておられる、愛ゆえに怒りを持っておられて怒っておられる神様なんだっていう、これ非常に大事な認識だなっていうことを昨日、今読んだこの箇所を通して思わされました。で、そこでいろいろ思い巡らせてみたんですけれども、皆さんの中にいじめられた経験のある方、きっと、はい、僕も、いじめられた経験あります。それとか、虐待された経験のある方とか、なんかひどい仕打ちを受けたことのある方、ここにいらっしゃる方と、あと、ネットを通して聞いておられる方の中にもきっと多いと思うんですね。で、誰もが、その具体的なその虐待とかいじめとかそういうのじゃなくって、もう人間関係の中で傷つけられた経験っていうのは、そういう経験のない人っていうのは多分いないと思うんですよ。で、そういうなんかその自分の過去の経験の中で一番
辛かった時のことをちょっと思い出してみていただきたいんです。でその時すっごい心が、痛んだと思うんですね。痛んで傷ついてボッコボコにされるような感じで、もう本当にもう自分ではどうしようもないような、そういう絶望の中に追い込まれてしまったっていうぐらいの、ひどい経験をされた方も多いと思います。で僕も本当いじめられて、その死のうかなって思ったりした時とか子供の頃にあったりしたんですけれども、その時に、神様はその僕たちのことを傷つけてくるその、相手の人たちのその悪い心、その罪深いその心に対して怒ってくださってたわけです。怒りを持って、この罪が憎い、罪が憎いって神様がそう思って僕たちのことをその時に見ててくださったはずなんですね。神様は一人一人本当に大事なその自分の子供として僕たち一人一人人間のことを見てくださっています。で僕たちがいじめられたり暴力振るわれたりひどい仕打ちを受けてる時に、大事な大事な何々さん誰々ちゃんがこんなひどい仕打ちを受けてる、苦しい苦しいって、その時神様が一緒に苦しんでくださってたんですよ。僕たちの痛みをすべて分かるためにイエス様は十字架で一番ひどい苦しみを受けてくださったんです。そのイエス様がすべての、人のことを見ておられます。そしてもう誰一人として例外なく、神様は見守っていてくださって、そしてその一人一人がその傷ついている状況を見てもう涙を流して寄り添っていてくださるんですね。でそれで私の大事なこの子がひどい目に遭っている、このひどい目に遭わせてくるその悪魔が憎い、罪が憎いって神様が本当にその罪に対する怒りを持って私たちのことを守ってくださろうとしています。そして助けてあげたい、助けてあげたいって、それがイエス様の思いです。神様の思いです。そしてイエス様は僕たちにこうやって触れてくださろうとしてくださって、で今こうしてイエス様に救われて、この救いの、輪の中に入れていただけたわけです。で今苦しんでいる、多くの方たちも本当にイエス様は助けようとしてくださっていて、常にその手を差し伸べてくださっていますから、今この、放送を聞いておられるリスナーさんも本当今すぐにでもイエス様って言って、そのイエス様の、助けの手を、掴んでいただきたいと思います。それがもう神様が本当に、願ってくださっていることであり、その救いの中に入れられて解放されるっていうことが、神様が喜んでくださることなんですね。で、そのいじめられた経験のある人っていうのは、その人の罪を憎む気持ちっていうのがきっと心の中にあるはずなんですよ。みんなそれ持ってると思うんですけれども、人の罪ゆえに自分はこんなに苦しいんだっていう、その経験があれば人の罪っていうのがどんなに大きなものかっていうのが心の中で分かるはずなんですね。で神様もその人の罪を非常に憎んでおられると。だからそのひどい経験をされた方、なんかその人生今まで損したって思ってらっしゃる方多いかと思うんですけれども、いやいやそうではなくて、その経験ゆえに、今度は神様と一緒に心を一つにする、神様と同じ思いを抱かせていただける、その大きなチャンスが与えられたと思って喜んでいいと思います。神様にその分だけ、その神様と同じ思いを抱かせていただいて、神様と一緒にその罪に対して、いじめられた経験のある方、虐待された経験のある方は一緒に、戦っていける、その特権が与えられてると思いましょう。で、本当に大事なのは罪を憎んで人を憎まずっていうこと、そこを間違えちゃいけないと思います。イエス様を知らないと、その霊的な戦い、その神様とその悪魔との戦いっていう、その目に見えないその霊的なところを、
その僕たちがその受け入れてない状態、そのことを知らない状態だと、どうしても あいつがこんなひどいこと言ってきた、あいつがこんなひどいことしてきたって言って、そのひどいことをしてきたその相手の人を憎んじゃうっていうことがあると思うんです。以前の僕もそうでした。で、まあその場合によってはあいつを何とかしてこうやっつけてやりたい、ぶっ殺してやりたいとか、なんかそういうふうに思ってしまう方も多いかなと思うんです。まあ、殺人事件とかで逮捕された方のその今までの、その経験とかそういうのを見てみると、ほとんどの人がいじめられた経験があるっていう、なんかそういうお話をこの前、教会の、どなたかに、お聞きしたんですけれども、本当に、そういうことってあるんだなってその時思わされまして、やっぱりそのイエス様が、僕たちのことを、愛してくださっている、そして悪魔が僕たち人間をコントロールして、悪魔がそうやって人を憎む心、その悪いことをされたことに対してその悪に悪で返すような、そういう負の連鎖を心の中にどん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 送り込んでくるっていう、そういうことを知らないと、どうしてもそのいじめてきた相手の人に、何かこう復讐をしてしまったりとか、あとその人に直接、復讐が、できなかった、それをしなかったとしても、なんかその抱えてるものを他の場面でいじめられてる経験があって、その心の傷があるゆえに、何かその別の場面で他の人を今度は自分が、いじめてしまうっていうようなこともよくあるんじゃないかなと思います。僕もその小学生の頃いじめられてて、その時インターネットで結構その掲示板とかでその他の人に対してその悪口みたいなのバーッと書いたり、バカバカバカってバーッと書いたりとか、そういうことして本当に心病んでたなと、罪深いなって、今でもよくその時のことを思い起こして反省するんですけれども、どうしてもそのいじめられたらいじめ返したくなってしまう。そしたら今度その、自分もその人をいじめてるその悪魔に加担してしまってて、自分もやっぱりそこで罪深いなっていうことがわかると思うんです。で、もう一つこのパターン、日本人の方に結構多いんじゃないかなと思うんですけれども、いじめられましたと、でも自分は人をいじめたくない、こんなひどい思いさせたくないっていうことで、自分はもう何もそう人をいじめたりしないぞっていうことで、ただただそのいじめを受けて受けて、その受けるままでじーっと耐えて耐えて耐えまくってる方って結構いるんじゃないかなと思うんですよね。で、それでもう本当に人を信用できなくなって、何もやる気起こらなくなって、外出られなくなって、引きこもってしまったりとか、その自殺したくなってしまったりとか、鬱になってしまったりとかって、本当になんかいろんな方とお話しさせていただいてると、なんかそういう方多いなっていうのを思うんです。で、それはまずその耐えるっていうことですね。愛は忍耐強いって、神様の御言葉にもありますけれども、本当にその耐えてらっしゃる方素晴らしいと思います。それは一つその神様にすごく、喜ばれていることで、尊いことだと思います。そういう方僕も本当に見習いたいなっていつも、尊敬の念を持って、そういうお話いろいろ聞いてるんですけれども、ただ一方でちょっと見方を変えてみていただきたいんですけれども、その自分自身、この僕たちってこの自分の体とか自分の心って、これ自分のものじゃないじゃないですか。神様が作ってくださった私であって、その神様がその人を愛するために、イエス様の栄光、神様の栄光を表すために与えられている、いわばその借り物みたいな、そういう神様からプレゼントしていただいているこの私の人生なわけです。で、その人から受けるいろんなそのネガティブなものを、あのイエス様を知らない状態で耐えて耐えて、その自分の中にどうしても溜まっていきますよね。で、その結果自分の中に重たいものがどん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 溜まっていって、結局その人から受けた罪によって、それによって他の人を、いじめることはしなかったとしても、自分自身に対してその耐えるっていうことによって、そのひどい仕打ちをしてしまっているっていうことが言えるんじゃないかなと思うんです。神様はその僕たちがその自分で自分を傷つけるっていうことも、その僕たちが人を傷つけるのと同じように、一緒に
いてくださってすごく、悲しんでおられる。それも神様が憎んでおられる大きな罪の一つだと思うんです。ですからいずれにしてもイエス様と出会わないと、イエス様につながれていて、イエス様にその心の中の罪、そしてその傷をこう追い出していただかない限りは、どうしても僕たちってその誰かをやっぱり傷つけてしまう、そして神様を悲しませてしまう、そういう存在だと思うんですね。ですからそこでイエス様がその全ての人の罪を取るために十字架にかかってくださったっていうことを信じることによって、そしてイエス様来てください、許してくださいって、それでやっぱりそのイエス様に本当にその、心を傷つけてしまう悪い心が今サタンから与えられています、私たちはそれを受けてしまっていました、それを取ってください、神様ごめんなさいって心からそう全ての人が悔い改めた時に、イエス様はその悪霊を心の中から追い出してくださいます。全ての人の心の中からその人を傷つけるその悪霊を追い出してくださいます。自分自身を傷つける悪霊をも追い出してくださいます。一方的に神様、僕たちの方から神様に背いて悪魔の言うことを聞いてそういうドロドロの状況に落ちてしまったのに、神様の方が一方的に愛を示してそのイエス様をその和解の架け橋として僕たちのこの人間の世界に送ってくださったわけです。ですから神様に作られ、神様に愛されている一人一人として、本当にこのイエス様に、心を向ける、イエス様に全てを明け渡す、イエス様に癒していただくっていうことはもうものすごく大切なことで尊いことです。イエス様はもう本当に全ての人に、触れてくださろうとしています。そしたら本当に心が軽くなって、そして、イエス様は約束してくださいました、私たちに聖霊を注いでくださると、聖霊様が私たちの中に一人一人の心の中に来てくださるんです。そしたら自然と自分の力では人に優しくすることができない、自分自身をも大切にすることができない、そういう本当に弱くて何もできない本当にその愚かな私たちでしたけれども、その私たちを満たしてくださって本来のその神様のもとで生き生きと喜んでいつも感謝して互いに愛し合って生きるっていう、その人間本来の生き方に戻してくださるんです。ですから今、苦しんでいる方は決して絶望しないでください。今日も私たちと一緒に心から賛美していきましょう。主が御手を伸ばして涙を拭い、つまずきから引き上げてくださる、命の地へ導く。主が御手を伸ばして涙を拭い、つまずきから引き上げてくださる、命の地へ導く。ハレルヤ、主を愛して歌は絶えず感謝捧げ、苦しい時さえ賛美をする、主がそばにいるから、すべてに感謝しよう我が主に、賛美と喜び持って、越えたからかに褒め歌おう、ハレルヤアメン。では皆さん賛美しましょう。アメン、感謝します。すべてに感謝しよう我が主に、賛美と喜び持って、越えたからThank you.
と神の木をまず求めなさい。そうすれば実が与えられる。ハレルハレルヤ。神の国と神の木をまず求めなさい。そうすれば実が与えられる。ハレルハレルヤ。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 ハレルハレルヤ。神の国と神の義をまず求めなさい。そうすれば皆与えられる。ハレルハレルヤ。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 ハレルハレルヤ。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 ハレルハレルヤ。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 ハレルハレルヤ。神の国と神の地をまず求めなさい。そうすれば皆与えられる。ハレルハレルヤ。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 ハレルハレルヤ。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 ハレルハレルヤ。油注ぎ私を作り変える。主の御霊の油注ぎ私を作り変える。我が全て御霊の力に満たされて新しく変えられる。我が全て御霊の力に満たされて
主の御霊の油注ぎ私を作り変える、我が全て御霊の力に満たされて新しく変えられる、我が全て御霊の力に満たされて新しく変えられる、主の御霊の油注ぎ私を作り変える、主の御霊の油注ぎ私を作り変える、我が全て御霊の力に満たされて御霊の力に満たされて新しく変えられる、我が全て御霊の力に満たされて新しく変えられる、新しく変えられる、
はい、あ、アメーン、アメーン、アメーン、もう思いっきり賛美する、ね、思いっきり礼拝する、いいですね。あのサタンはですね、サタンは私たちが縛るんです。縛ってね、声を出さなくする、手を上げなくする、ね、そのこうなんかこう、こう縛るんですね。それはあの解放されてほしくないからです。あの奴隷というのはこう鎖で縛るじゃないですか。で、鎖があったら動けないですよね。ですからサタンは多くの人を縛ってるんですよ。もう自由にしない、ね、もう本当にこう抑圧してるんです。ですから、私たちは一見ね、一見こうなんかあの弾けてるように見えますけど、これはやっぱり霊的に解放されているということを表しています、ね、あのダビデは、ね、裸で踊ったんです。いいですか。ダビデは王様ですよ。王様が上半身裸で踊ったんです。でその奥さんのミカがですね、サウルの娘だったんですけど、ミカがね、あ、はしたない、あ、王様なのになぜその裸で踊るのかと、ね、ミカは、まあ、子供ができなかったんですけども、あのミカはそのプライドがあったわけですね。王様の娘というプライド、王様の奥さんというプライドがあったわけです。だから自分の夫がですね、王様なのに裸で踊るなんていうことは許せなかったんですね。多くの人はその間違ったプライドで、ね、間違ったプライドで縛られています。クリスチャンは逆にですね、世の中の人たちみたいにどんちゃん騒ぎしてお酒飲んでどんちゃん騒ぎはしませんね。それは肉的な喜びですね。もうあのちょっとハメ外してバンとやろうとかなんとかってね、なんかあのはちゃけるじゃないですか。それはクリスチャンとしてはしません。でも本当の神様に向かって、本当の神様を知ったんだから、本当の喜び、本当のその楽しさ、それはするべきじゃないですか。もし本当の神様を喜べなかったら、じゃあ何を喜ぶのかということでしょ。本当の神様を喜べなかったら、結局は肉を喜ぶしかないんです。どっちかなんです。だから私たちは、ね、あの私がですね、みんなもっとはちゃけてください、もっと頑張ってください、言わないですよ。私も大丈夫かな、大丈夫かなと思うくらいな感じです。聖霊様が私たちをこう元気づけるんです。あの私が人為的にそうしろと言ってるんじゃないんです。自然とそうなっちゃうんです。油注ぎがあると自然とそうなっちゃうんです。ダビデもそうだったんです。ダビデもですね、裸になろうと思って裸になったんじゃないんです。
もうあまりにも嬉しくて嬉しくて、もう神様のね契約の箱を取り戻せるなんていうのはものすごい嬉しいことなんです。失われていた神の契約の箱を取り戻せたんですよ。ダビデにとっては念願の願いが叶えられたんですよ。イスラエルに神様が戻ってきたようなものなんです。ダビデにとってはもう本当にそれは喜びなんですよ。私たちクリスチャンも同じなんです。私たちクリスチャンも失われていてサタンに縛られていてもうがんじがらめにされていた私たちがイエス様によって救われて解放されて自由になって、間違った考え、そして感情、いろんなことが解放されて自由になったんじゃないですか。お金に縛られていた、欲に縛られていた、ね、プライドに縛られていたものから私たちは自由になったんじゃないですか。以前はいろんなコンプレックス、いろんなストレス、いろんなプレッシャーの中で苦しんでいたんです。でも今私たちは、あなた方は自由である、イエス・キリストを信じる者は自由であると。そしてあなた方は何も心配してはいけない。あなた方は何を着ようか、何を食べようか、何を飲もうか心配してはいけない。神様が与えてくださる、神様が養ってくださる、神様がいつもそばにいてくださる、あなたを愛しているんだ。皆さん、信仰ってそうなんです。信仰というのは解放なんです。信仰というのは自由なんです。私たちは以前悩んでたことはもう悩まないんです。以前心配していたことは今心配しないんです。問題があっても問題じゃないんです。その問題を解決するのは自分の力じゃないからです。私たちの問題を解決するのは神様なんです。いや本当に皆さんそれを体験してると思います。皆さん本当に祈ったら問題が解決したという証持ってるでしょ。私も思ってますよ。私もですね、昨日かな、こう何かですね、24時間放送が12時間になっちゃったんですけども、なかなかその初めてのことなのでちょっとパソコンがうまくいかない、なんかうまくいかない、どうしたらいいか分かんない、祈りました。すぐに解決しました。アメン。それをもう何回も何回も私たちは体験してるんです。祈ったら解決したという証あるでしょ、あるでしょ、あるでしょ。祈ったら解決したという証をもうたくさんあるんです。私たちはその証があるんです。だから祈るのです。だから心配しないのです、ね、行き詰まらないと書い、聖書に行き詰まらないと書いてあるんです。倒れても、ね、大丈夫、八方塞がっても大丈夫と書いてあるんです。絶対絶命でも大丈夫だと。皆さんそれが信仰なんです。モーセがですね、後ろからパロが追ってきましたね、目の前は後悔です。もう行き詰まりました。もうそこで殺されるだけでした。イスラエルの民はせっかくエジプトから脱出できたのに、せっかく脱出できたのにもう絶対絶命でした。パロたちがもう、軍隊を連れて、馬車でこう攻めに来たんですね。その時にモーセは信仰があったんですね。信仰があったんです。杖をね掲げたんです。杖を掲げるというのはどういうことですか。神様を信頼して、神の力に信頼するってことじゃないですか。その時に海が割れたんです。信仰によって海が割れたんです。モーセの信仰によって海が割れたんです。皆さんのその海も割れます。皆さんの信仰によって皆さんの問題が割れます。皆さんの苦しみが割れます。皆さんのね、その大きな岩が割れます。皆さんの信仰によって神様が働くんです。信仰はそういうものなんです。信仰は神の力を期待することです。信じることです。奇跡が起きることです。癒しが起きることです。信じにくいのに信じるのです。世の中が信じなくても私たちは信じるのです。信仰の先輩がたくさんいるんです。
旧約聖書のその記事、新約聖書の記事、また私たちのクリスチャンの先輩たち、たくさんの証があるじゃないですか。たくさんの証があるじゃないですか。信仰書を読めばたくさん証があるじゃないですか。私たちはもう十分なほどの証を持っているんです。ニコ生の証もあるじゃないですか。十分の証があるんです。だから私たちは何を疑うのかということです。しかし私たちは霊的な戦いがあります。信仰の戦いがあります。信仰の戦いとは何ですか。サタンの攻撃に対して信仰で歩むということです。サタンの疑いや嘘に対して御言葉で戦って勝利しなきゃいけません。これは深刻な戦いなんです。多くのクリスチャンが倒れてしまっていますね。多くのクリスチャンが、そのある時は燃えていてもね、ある時は燃えていても少し経ってから負けちゃうこともあるんです。だから私たちは目を覚まして、この燃えてる信仰を継続させる必要があるんです。私も今燃えていても、それを保つためにはもう本当に自分を打ち叩いて、ね、自分を打ち、パウロのように自分を打ち叩いて、その誘惑に負けないようにしなきゃいけないんです。アメン。サタンは私たちに対するストーカーなんですね。ストーカーです。何とかして私たちの足を引っ張ってですね、引き下ろそうとしているんです、ね、ニコ生すごいですよ皆さん。ニコ生はもう足引っ張られますですからね。もうでもイエス様が助けてくれます。イエス様が守ってくれます、ね、イエス様が私たちを本当に守ってくれます。そこに私たちは平安を見つけましょう。イエス様のそばが平安です。イエス様のそばがパラダイスです。イエス様のそばがオアシスです。私たちはイエス様から決して離れてはいけません。イエス様のそばにいるべきです。エヴァが誘惑されたのは、その近寄っちゃいけないという木に近づいたからなんじゃないかと想像できます。もしその木を取って食べちゃいけないと言ったならば、近づかないことが大事じゃないですか。その崖が危ないよと言ったらね、近づかない方がいいでしょ。危ないと言われながら、あ、ちょっと見てみようってのは危ないじゃないですかね。麻薬危ないって言うんだったら、その麻薬のことに近づかない方がいいわけですよね。アメ。私たちは、この社会の中でいろんな誘惑、いろんな罠があります。自分を守る必要がありますね。いろんな罪から守るために私たちは二重三重の予防をしなきゃいけません。私たちは本当にサタンに戦ってるわけですから、そのバリアが必要なわけですね。皆さん、ぜひ皆さんが信仰の勇士になってほしいと思います。その生き残るクリスチャンになってほしいと思いますね。戦いが今激しいのです。今日本は特に戦いが激しいと言われています。リバイバルの直前ですから、激しい戦いがあります。もう牧師でも倒れちゃうことがあるんですね。牧師でも倒れてしまいます。ですから私たちは、その一人一人が目を覚まして、その教えられたことをしっかり守って、ね、そして励まし合っていきましょう。一人じゃ危ないんです、ね、励まし合いが必要です。もう祈り合いが必要なんです。もう私たちは一人では負けてしまいます。多くの人が、一人になってサタンにやられちゃうということが多いんです。ですから、一人にならないで、いつも私たちは励まし合って集まって心を一つにしなきゃいけません、ね、心が離れたら危ないんです。心が離れると誘惑が来ます、ね、いつもイエス様をパウロが言いました。一致しなさい、ね、その信仰の一致、御霊の一致、その御子に関する知識の一致、私たちはイエス・キリストにあって一致していく必要があります。アメン。そうすれば、安全なんです。兄弟に、兄弟を愛しているならばつまずくことがないと書いてあります。兄弟を 愛するならつまずくことがない。アメン。ですから愛し合うことが大事なんです。アメン。今日の御言葉はイザヤ53です。
イザヤ53の5-6ですが、先にちょっと読みたいと思います。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしみが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちのすべての咎を彼に負わせた。さっきシモさんがメッセージされたのとですね、私びっくりしたんですね。同じ内容だったんですね。同じ内容だったんですね。でやっぱり神様は導いてですね、同じ内容にしてくれたんじゃないかなと、そういうふうに思います。シモさんこう言いましたね。私たちのその罪がどれほど神様を苦しませるかという話でした。私も今日朝祈っててそれを思わされました。十字架について私はメッセージしようと思ったんです。十字架がメッセージの一番なんですね。一番なんですが、イエス様が、私たちの身代わりに十字架にかかったということですが、その、私たちが、下さんが言ったように日々私たちがその悪意を持って罪を犯すことに関して神様が苦しんでいる。その私たちそのいじめられた人も苦しむかもしれないけど、神様が一緒にいて苦しんでいるという話がありましたね。それはアメンなんです。アメンです。ということは皆さん、今人類で今70億人の人間がいて、多くの人が罪を犯している中で神はどれほど苦しむと思いますか。一人の罪でも苦しむじゃないですか。たった一人の人が自分にひどいことをしたら苦しむでしょ。だとしたら70億人の人が罪を犯しているならば、その罪の大きさは計り知れないです。そして私たちは、一人一人個人ですから、その自分のことに関して苦しむことがあっても、他の全人類のことに関して苦しむことはあまりないと思います。でも神様は全人類の苦しみを苦しんでいるんです。どっか名前の知らないどっかの国の小さな子供の苦しみも神様は苦しんでいるんです、ね、もう誰も知らない老人ホームにいる老人のたった一人のおばあさんの苦しみも神様は苦しんでおられるんです。神様は全ての人間を愛しているということは、全ての人の苦しみをご存知だということです。そしてその罪に対してその神様の解決は十字架です。なぜ十字架が解決かというと、その罪によるその罪というのはですね、皆さん一度罪を犯したら消えないんです。皆さん罪というのは、違反したり、ね、法律で言えば違反したら、まあ、時効とかいうのがあるかもしれませんけど、神様の対する罪は時効がないんです。その罪が残るんです。ということはその罪を、積み重なっていくわけですよね。多くの人が苦しいのはその罪が積み重なるからじゃないかと私は思うんです。過去のトラウマが、トラウマを引きずってさらにまたそのトラウマが増えていく。心の傷ってそういう感じしませんか。小さい時の小さければ小さいほどトラウマが大きいそうです。でそのトラウマを放置、まあ、普通はそう簡単にはなくならないんです。でそのトラウマが残れば残るほどその人はいろんな意味で歪んでいくわけです。喜べない、ね、許せない、怒りが残る、憎しみが変わる。よくなんて言うんでしょうかね、怒ってですね、ピキるじゃないですけど、その怒ることを何か言いますよね。切れる、そうそうそう、切れるとか言いますよね。
それはやっぱり心の中にトラウマが残ってるからなんですね。怒りを持ってるから、それを指摘されたり何か同じようなことを言われたりするときに思い返して切れるわけです。さっきあの犯罪者がね、犯罪者があのいじめられた人が多いとおっしゃったでしょ。まさにそうなんですよ。多くの人が悪いことをする理由は過去の心のトラウマとか傷とか怒りとか憎しみが原因で悪いことをするんです。それが悪循環ですね。悪循環です。その罪が、まあ、増し加わるというか、その、増加するというか、その悪が増加する感じなんですね。それはサタンの、その策略なんです。サタンはこの世がものすごく悪くなってほしいんです。サタンはもう残酷に人を殺したいんです。わかります？悪魔はめちゃくちゃにしたいんです。この社会をめちゃくちゃにしたいんです。悪魔はもう 神を憎んでますから、ね、なぜ神様は神を憎んでるかというと、自分を、ね、天から落として失格、ね、神様が天使長から落としたわけでしょ。でサタンは恨みつらみなんです。サタンが悪いんですよ。サタンが傲慢になったんだからサタンが悪いんだけど、神が落としたから、天使長から悪魔にしたから、悪魔は逆恨みしてるわけです。アメン。そのサタンが、ね、その神様を憎んでいるがゆえに、その神の計画を潰したいわけです。で神様が、そのイエス様を送ってその人を救おうとされている計画を憎んでいるわけです。つまりサタンは神を憎んでいるがゆえに人を憎んでいるんです。そのサタンの憎しみが人の中に入って人は憎しみを持つわけです。つまり人間の憎しみはサタンの憎しみだということなんです。人間の悪はサタンの悪だということです。アメン。憎しみがどこから来たんですか？サタンから来たんです。悪はどこから来たんですか？サタンから来たんです。もちろんそれを受け入れた人間に罪があるわけです。アダムとエヴァはそれを受け入れてしまったわけです。だから私たちは生まれつきサタンの悪を持ったまま生まれてくるわけです。じゃあ私たちに罪がないかというと、そうではないんです。私たちは、罪のある罪人として生まれてきたということは、確かにアダムとエヴァのせいかもしれないけども、私たちはその受け継ぐ者として子孫としてやはり罪人なんです。不当のように感じますけど不当じゃないんです。それはご計画があるからです。それは神様が憐れむために全ての人を不従順のうちに閉じ込めたと書いてあります。だから私たちが罪人として生まれてくるには意味があるんです。ご計画があるんです。それが十字架です。全ての人が罪を持っているのは十字架の憐れみを受けるためだと書いてあるんです。十字架の憐れみを受けるために不従順のうちに生まれてきたんです。そのことが分かると、そのことが分かると私たちは神様に栄光を返したくなります。神様を褒めたたえたくなります。あ、神様は不当に私たちを苦しめてるんじゃないんだ、不当に世の中を、悲惨な状況ではないんだ、神様には神様のご計画があって、今世の中はめちゃくちゃかもしれない、今世の中はめちゃくちゃかもしれない、しかしそれはイエス・キリストのよって神の御業が起こされるためなんです。アメン。十字架の御業が行われるために、今ひとときこの世はいろいろな苦しみでいっぱいなんです。それは私たちクリスチャンが伝道することによって人々を救いに導いて、人々の心が悔い改めて癒されて神に立ち返るためなんです。そこに神の栄光があるんです。
神の憐れみを受けた者が悔い改めて罪を犯す者から愛を持つ者に変えられるという驚くべき奇跡です。それが神の御業なんです。そして私たちはそれを体験しましたけど、今度は私たちが神様の側に立って人々に手を差し伸べるものになったんです。ここにイエス様は背きの罪のために差し通され、その咎のために砕かれたと書いてあります。そして、そのすべての咎を、父なる神はイエス様に負わせたとあります。一見、難しいことです。なぜイエス様が十字架にかかったのか、なぜイエス様が十字架にかかったのか、それはその悪に対して罪に対して神様のご性質である愛を持って答えているという姿だからです。神様のご性質を表しているからです。自分は犠牲になるかもしれない、自分は砕かれるかもしれない、自分は痛いかもしれない、自分は命を捨てるかもしれない、しかしそこで人を救うという、人の癒しと人の救いをもたらすという驚くべき御業、それが十字架なんです。アメン。と同時にクリスチャンもその十字架の御業に預かるんです。クリスチャンも苦しめられます。迫害に遭います。誹謗中傷されます。イエス様と同じです。でもクリスチャンもその十字架にかかっているイエス様のから学んで、私たちも許し、私たちも忍耐し、私たちも憐れみを持つ、憐れみ深いものとして私たちを苦しめる者を憐れむという素晴らしい神の子としての訓練ができるのです。アーメン。ですから十字架というのはクリスチャンの模範であり、私たちクリスチャンが学ぶ、神を学ぶその模範なんです。神を愛を学ぶ模範なんです。イエス様を見て十字架を見るというのはただ見るんじゃないんです。十字架を見るというのは十字架から学ぶということなんです。十字架を見るというのはその神の愛を褒めたたえるということなんです。十字架を見るというのは神様の素晴らしさを感じることなんです。十字架を見るというのはそこにある神様のメッセージを受け取るということなんです。十字架が人間の救いであり答えであり、この世の救いであり答えだということです。ですから私たちはその十字架を見上げて歩みます。もう私たちはいろんなことで心を惑わされて十字架を見なくされようとしても、サタンはですね、私たちの顔を他のものでイエス様を見ないようにさせます。十字架を見ないようにさせます。しかし皆さん、私たちは絶えずイエス様を見て十字架を見て、私たちは正しい生き方をしましょう。十字架を見ることが正しい生き方なんです。イエス様を見ることが正しい生き方なんです。他にないんです。十字架を見ることが人間にとって正しい生き方なんです。他にはないんです。アーメン。そこから永遠の命が来るんです。そこから神の力が来るんです。そこから神の愛が来るんです。アーメン。ですから皆さん、しっかり心をはっきり強く思って前向いて歩もうではないでしょうか。これから皆さんの出番です。日本のリバイバルの出番です。神様に用いられる出番です。心を確かにしてください。ふた心を持たないでください。この世に心を向けないでください。欲に心を向けないでください。お金に心を向けないでください、ね、性的なものに心を向けないでください。ありとあらゆる欲を捨て、
綺麗な心、純真な心、神の愛だけの心、神の愛だけの心、神の愛だけの心で愛もではないですか。アメン、アメン。聖餐式も結局十字架を覚えることですね。聖餐式も結局十字架を見ることです。十字架で裂かれたイエス様の肉、十字架で流されたイエス様の血、私たちは十字架から学ぶのです。十字架から命が来るんです。十字架から救いが来るんです。私たちはこの十字架によって救われたので、それが契約なんです。血の契約です。イエス・キリストを信じる者は十字架によって本当に許されたんです。十字架によって本当に救われて、神の子になったんです。ですからイエス様の十字架に感謝すべきです。どんな時でも、辛い時でも、もう本当に頭がこう混乱している時でも、十字架に感謝しましょう。サタンは十字架を貶めます。サタンは十字架を忘れさせます。しかし忘れてはいけません。十字架を、私たちは十字架が救いなんです。ですから教会の屋根にあるんです。この教会の屋根にはないんですけど、教会の屋根に十字架があるんです。私たちは十字架を誇るんです。十字架を誇るんです。十字架以外に誇りがあってはなりませんと書いてあります。十字架だけが誇るんです。それは神を誇るということです。アメン。天のお父様、本当に私たちは以前は自分を誇り、もう本当に虚しいことを誇ってました。しかし今、十字架だけを誇る信仰になりました。あなたの、あなたご自身を知ることができました。あなたの心を知ることができました。あなたの愛を知ることができました。私たちは十字架を誇ります。人を恐れません。この世を恐れません。ただただ十字架を誇って、人に証をします。イエス様の証をします。十字架の証をします。救われた証をします。恐れません。サタンは妨害してくるでしょう。サタンは誹謗中傷するでしょう。しかし私たちは恐れません。イエス様を命をかけて、命をかけて証をしたいのです。勇気をください。力をください。証しする思いをください。あなたに人生を捧げます。あなたに命を捧げます。全てを捧げます。イエス様、あなたに、あなたの従っていきます。命をかけてあなたに従っていきます。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン、アーメン。血は命を表します。イエス様の血です。イエス様の血はもう本当に清い血、全く汚れのない、全く罪のない血、完璧な完全な血。そのイエス様の血によって私たちの罪が洗い流されます。自分の行いや自分のその力ではないんです。私たちが義とされたのはイエス様の血です。そして私たちが清く生きることができるのもイエス様の血です。私たちが神の力で帯びて生きるのもイエス様の血です。私たちが神と正しい関係になるのもイエス様の血です。イエス様の血がなければ私たちは受け入れられないんです。イエス様の血によって初めて神の前に出れるんです。アメ。私たちが、イエス様が再臨した時に、神様が集めてくださるのはイエス様の血のおかげなんです。アメン。
天の父様、私たちは自分の行いは悪かったです。しかし十字架の行いのゆえに、十字架の神様が本当に受け入れる唯一の行い、それが十字架です。その十字架によって私たちは義とされました。本当にそれは素晴らしいことです。この救いを私たちは誇って述べ伝えたいです。リスナーの方々でまだ苦しんでいる方々、悩んでいる方々、迷っている方々に伝えたいのです。救いがあるんだ、答えがあるんだ、希望があるんだ。私たちはイエス・キリストこそ永遠の希望と信じます。イエス・キリストこそ全ての人の救い主と信じます。どうぞリスナーの方々一人一人がそれに、聞きますように、受け入れますように、信じますように、考えますように。そうなん、そうかもしれない、そうだったら信じたい、自分も救われたい、もう悩みたくない、心配したくない、恐れたくない、自分の将来が どうなるかわからない、そういう方々にあなたが触れてください。あなたの御言葉が入りますように、御言葉が入りますように。イエス様、多くの人を救ってください。もう本当に悩んでる、滅びに向かっている人がたくさんいます。たくさんの方が傷つけあって、罪のうちにあって、人を平気で傷つけています。そのような中にあって、あなたが必要です。あなたの十字架が必要です。その憎しみ合いがなくなります。その傷つけ合うことがなくなっていきます。憎しみ、恨みがなくなっていきます。そこに神の愛の、この反撃があります。悪魔のその技に対して神の御技が起こされてきます。あなたの憐れみが、あなたの栄光が地に満ちますように、あなたの愛が地に満ちますように、日本に満ちますように、日本に満ちますように、日本に満ちますように。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン、アーメン。今まで日本はサタンに支配され、牛耳られてきました。もう人々がどれほど苦しんできたか、どれほど悲しんできたか。しかしこれから本当の日本の季節です。日本中がイエス・キリストに会って喜びが湧き上がり、人々が悔い改めて賛美と祈りになっていくと思います。神様の栄光を見たいですか？日本に神様の栄光が表されます。見たいですか？人々が変わるのを見たいですか？憎しみ合う社会が、愛し合う社会になるのを見たいですか？神の国が来るのを見たいですか？人々が悔い改める姿を見たいですか？人々が呪い合うんじゃなくて祈り合う姿を見たいですか？見ます、見ます、見ます、見ます。アメン、アメン、アメン。シャローム、シャローム、シャローム。シャローム、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 シャローム。